それでは文化構想いってみたいと思います。今日の長文は空小中7問全部いきますので一緒に頑張りましょう。セブさん、まずは設問の指示の一読をお願いいたします。セブさん、選択肢これで全部ですからね。セブさん、第一段落でございます。皆さん、実際に設問は第二段落の一番先頭についてるんですが、ヒントはこの3行でいけますからね。ですので第一段落を一読していただいた後、選択肢の検討をお願いします。サミさん、第一じゃなく先頭、まずファミレスの話をしてますよね。で、皆さん、そのファミレスにはまず家具がおそらく設置されているはずでございます。そしてそこで提供されているのがおそらくこのフレンチフライとか、皆さんベジタボル、そして皆さん音楽がおそらくかけられてるんでしょうね。で、皆さん、このあたりを皆さん一言で言ってる選択肢がありますよね。そうです、選択肢の D のこのあたりですよね。まあ、もちろんサッチと書いておりますので、皆さんこれもヒントですね。で、皆さん、これ試験中であれば、皆さん、まだ1問目でございますので、まあ、一旦保留でもいいんですが、この YouTube の都合上、今回は空所25番の正解は D ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて第2段落と第3段落でございます。ここは皆さん、設問がないので、一読だけお願いいたします。で、皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、段落ちょっと長いので、まずは全体像を把握していただくために、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、空所26番でございます。選択肢この中から検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の左側、特に皆さん、このジャッジメント、判断の具体的なものが、皆さん、1、2、3、4、5個ですよね。で、ちょっと知らない単語ありますが、皆さん、ひとまず、boring。退屈ということが判断できれば、まあ、あんまりなんか良くないと言いますか、まあ、マイナスの内容でしょうね。そういう判断が書かれております。で、そういう複数の判断を示してくれている選択肢が見つかってますよね。そうです。選択肢 A のこれですよね。これらの反応。もちろん these、複数形でございますし、皆さんこれ空所の直前。こういったところから皆さん these で受けるのバッチリですよね。ですから空所26番の正解は A ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて第5段落でございます。まずは空所27番ですね。選択肢こちらの中から検討をお願いします。すみません、これ空所の左はこの文頭がヒントでしょうね。そうです、 not プラス every で部分否定ですから、全ての音楽家の方々は点点点というわけではないと。ですから A という音楽家もいれば B という音楽家もいると、まあ、まさにこういう感じですよね。オレンジの音楽家もいれば緑の音楽家もいると、つまり緑のペンが追加されてるんですよね。そうです、この追加を示してるサインがありますよね。もう一単語でございます。そうです、選択肢の F のオールソーですよね。で、皆さん、オールソーと言われたら追加、こういうこともある。ですから空所27番の正解は F ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第6段落でございます。空所28番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の右側、名詞が連続しているというところに皆さん気づいているでしょうか。で、しかも皆さん、主節がないんですよね。もちろん主節ってのは皆さん、接続詞とか関係詞がくっついていない SV でございます。ですから、単に皆さん名詞が列挙されているだけでございますので、これをうまいこと活かしてくれる選択肢と言われたら、もう一つに決まりますよね。そうです。選択肢の G ですよね。特に皆さん文頭の What。皆さん、What で疑問文を作っているということは、皆さん答えは名詞ですよね。ですから、こうやって皆さん名詞が列挙されているということは、疑問文の What があるから、文法的にうまいこと説明できますので、正解は G ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。これ空所2箇所あるんですが、まずは空所29番。こちらの検討からお願いいたします。さあ、皆さん、これ空所の左側、心理学の話をしてますよね。そうすると皆さん、選択肢の E のこのあたりになんか繋がりそうですよね。しかも皆さん、文中のムードミュージック単数形が選択肢の1と。しかも皆さん、この from A to B ですね。これ皆さん、選択肢の from A to B。バッチリ言い換えられております。ですから空所29番の正解は選択肢の E ということでよろしいかと思います。
そして今度は空所30番なんですが、皆さんこの最終段落を見ていただくとより一層分かりやすくなるかと思いますので検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所30番の上のこの辺りを皆さん言い換えてくれてますよね。皆さん、ムードミュージックからイット。で、そのイットを受けて選択肢の C のムードソング。うまいこといきそうですね。で、皆さん選択肢文末のこの辺り。皆さん、夢の中で生きていると。それが空所直後のイリュージョン、幻想にもつながりそうですね。ですから空所30番の正解は C ということでよろしいかと思います。で、皆さん最後の空所でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、まずこれ空所の左側ですね、セントバックグラウンドミュージック。皆さん、これを一等で受けて、皆さんこれリラックスということですから、皆さんプラスに捉えてますよね。そして皆さん、この辺りからも皆さん問題から離れることができてますよね。ですから空所の左側では皆さんプラスの価値観。ただ皆さん、これ空所の右側読んでいくと、皆さんこの辺りですね、特に皆さん、depending on ということですから、皆さん、人によって異なる。ですから、皆さん、こういう感じで皆さん、プラスに捉える人もいれば、皆さん、depending on なんですから、皆さん、マイナスに捉える人もいるということですね。で、皆さん、それが選択肢 H のこの文末のあたりですね。マイナスな様子が伺えます。で、皆さん、文中、such music。この皆さん、background music。つながりますよね。ですから、空所31番の正解は H ということで、よろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。先ほどの問題ですが、ちょっと次につながるところございますので聞いてくださいね。皆さん、一番最後とりあえず31番であれば記憶に残っているかと思いますので、ここの正解をどうやって導いたのか皆さん確認してみたいと思います。皆さん、空所の左側の文章、皆さんこういう文章がございました。皆さん、バックグラウンドミュージックがあれば我々はリラックスしますよ。皆さん、これ空所の次の文章中にこういう表現があったんですね。皆さん、リスナーさんのこの過去の経験に応じて、で、皆さん先ほどもお伝えしました、皆さん depending on、 皆さんご存知ですよね。で、皆さん過去の経験に応じてということは、過去の経験によって皆さん評価が変わるということですね。で、皆さん、これリラックス、まあプラスの価値観がございますので、バックグラウンドミュージックをプラスに評価する人もいれば、マイナスの評価をする人もいるんじゃなかろうか。それは皆さん depending on から読み取れるんですね。で、残った選択肢の中で anxiety を見て、ああマイナスだ。皆さん、この depending on のプラスマイナス、これがプラスとマイナス、言い換え可能になってるなぁ。そして皆さん、選択肢の中に such music、 これはバックグラウンドミュージック、これも言い換え可能だなぁと判断して正解だと考えたんですよね。ですから結局これですよね。空所前後と、そして各選択肢を見て nearly イコール、まあ、つまり言い換えを成立させてるんですよね。ですから今日といてみさ、この文化構想学部の過去問ですね、ちょっと難しい単語が結構出てきたんじゃないかって感じがいたしますが、なんとか訳される単語を見るとですね、ちゃんとみさ言い換え成立させることができそうですよね。で、その時皆さん、ヒントにしたところが、皆さん、こういうプラスとマイナスですね。そうです。そういうものを対比と呼んでましたね。で、皆さん、対比ということで、皆さん、矢印の向きや反対。確かに、このあたりも成立してますよね。我々と他の聞き手。それが文と言ったらしっかり繋がってますよね。そうです。対比関係バッチリ。ですから、今日はたまたま文化構想学部のこの空所順、扱いました。皆さん、これは他の学部でもやってること同じですからね。そして、年度が変わっても同じ。ですから試験中、多少難しくてもですね、諦めずにこの言い換え、それが成立させるよう選択肢、検討していただけるとよろしいかと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。